吉田さん、金持ちブランディングってあるじゃないですか。あれが一過性のものに終わるのは、やっぱり金持ちのブランディングをしてるからでしょうね。本当の金持ちじゃなくって、例えばタワーマンションからの撮影風景だって、ルームシェアして4人とか5人で、同じブランディングする仲間が集まってね、で、賃貸の六本木ヒルズとかに入ってるからだと思うんですよ。まあ、家賃が50万のところでも、5人で借りれば毎月10万なんで、 ブランディングに使う投資としてはそんなにねめちゃ高いわけでもないんでその上で利益上げればいいですからねでも金持ちブランディングのものすごく難しいところはブランディングし続けないと整合性が取れないってことなんですよで結局売り上げの維持ってのができないから金持ちブランディングして金持ちじゃないわけですからねだから資金的に行き詰まって金持ちブランディングやらないと今までの自分が嘘ってことがバレちゃうってことでどん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  インチキとか詐欺とか騙しになってきて日も幸もいかなくなるってことでしょうねきっとねで私がねそっか塾を運営してきてあこのポイントはどうしようかなと思ったのが店が潰れた時なんですよ店が潰れた時はさすがに稼いでるくせに店が潰れてどういうことだみたいになっちゃいけないんでどうしようかなと思ったら別にどうしようものをしなくてよかったんですね店はずっと赤字ですよって言ってたんでねで店がなくなってあ赤字がなくなったさらにこれから稼げるぞみたいなね 金持ちブランディングではないんだけども当たり前ブランディングができるというねでその時思いついたのがあ店がなくなったんで社員もクビにして隠居しようと山にこもって経費をゼロに近くしたらどうなるかなみたいなね成立もだん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 ボリュームダウンしても全然構わないし隠居したんで田舎臭い格好しても全然構わないしあとはビジネスショックからね家族の,あの画像ばっかりになってきて全然おかしくないなとだから正直にやってると大した言い訳もなく 正直に今私はビジネスをガンガンやってる時期と比べてビジネスをほとんどやってないんですけどもけど豊かな時間とまあそこそこのね金銭的余裕があって家も一括で買ったナイト2000買ったベルファイア買ったなんか暇だからセルシオも買ってみたみたいなね別にこれ金持ちブランディングでも何でもないじゃないですかセルシオの中華なんてもはや誰でも買えますからねうんどちらかというと維持費が高いなってところはありますけども まあそれもまだね余裕があるんで新しい駐車場を借りて放送できるというね。あとは本当に24時間山戸君と一緒に遊んでいていつ仕事してんだみたいなね。いや仕事してないですよと。本当に仕事してないですよと。金融の所得があるからやっていけるんですよと。ただそれだけですと。うん、だから塾の販売もそんなにやんないし、吉村申し込みがあっても分割でいいっすよみたいなね。3万円の頭金だけでいいっすよ。30年ローンですよとか。 で、しかも頭金すらきつい人はまあ交渉して減額すらいいんじゃないですかとかね自分から言い出すみたいなねでまさに毎日毎日動画を上げていってまあ何て言うのかなこの背景もどんどんね金持ちみたいになっていくみたいなことがありますあ、ちなみにね iPhone のねあのプロマックス13があるじゃないですか13あれちょっと私今日買いに行こうかと思ったんですよ吉谷さんのあの動画見てあこの画像いいなと思ったんでちょっと急に欲しくなっちゃったんでねで 1>, 1テラとか買うと20万近くするみたいなんですけどもまあそれもいいかなと、うん、か一発買ってみるかみたいな気持ちになりましたねだからちょっと今日ショップに行ってね iPhone の13を ProMax で買ってみようかと思うんですようん、なんかいいですよねあのなんかムービーを買うことを考えたらもう iPhone で全然いいんで画像もいいし動画いっぱい撮れるし、うん、いいっすよね、うん、そんな感じでポンと買えるっすよねなんでもね それこそ、痩せ我慢でもなんでもなく、R34、吉谷さんに、ちょっとお金積んでお願いしますって言っても全然構わないんですけども、ちょっと R34 ね、あの、吉谷さんほどの人が乗ってるものをね、買うのは恐れ多いような気もするし、あとやっぱりマーケットの人に買ってもらいたいですね、私じゃなくて。うん。で、私はまあ、ぶっちゃけ買うほど R34 に対して所有欲はないんですよ。かっこよさとかね、憧れっていうのはありますけどね。 所有すする欲ははに対してはないんですよねだから23回乗ったらもう満足みたいな、うん、そんな感じですよねセルシオ毎日乗ってるんですよ結構ナイト2000は毎日洗車してますそんな感じですね <laughs> はいじゃあいってらっしゃい